高貯金15。ソフトバンク西武10回戦、ソフトバンクが西武に6対2で勝利。ホークス盤石ですな。ホークスはこれで貯金15。今日はモイネロ良かったな。西武また切り替えか。選手たちはよくやってる。日曜日竹内くんに負けをつけさせなければ何でもいいよ。もう西武先発棒高橋5回5失点。お疲れ坊ちゃん。おう、中継ぎに戻れ。坊ちゃん態度だけは助っ人かい。黒人ソフトバンク先発モイネロ7回1失点。モイネロって地味にエースよな。モイネロをやっとる。120投げられるのはなかなかおらんからな。西武打撃成績小川村ナイス。小川もう打撃だけ磨いて、キャッチャーは住谷に任せろ。小川打ったんか、満塁の時に打ってほしかった。ソフトバンク打撃成績中村タイムリー。アキラナイス。なんやかんや通年出しと毛羽仕事するアキラ。中東マジでヤバすぎる。中東育成最強打者になる。中東が1番で3割打つなら優勝あるな。山川ナイスホームラン。山川何か目覚めたよな。山川地味に仕組んだはパリーグ1位なんやけどな。近藤ホームランすごい。近藤の状態もええな。近藤ってコンスタントに神だよな。栗原も上げてきたな。栗原ようやく250近くまで来たな。栗原復調したら穴が2番だけやん。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。